今、8匹来ていただいてますけども、はい。それは何の柄ですか？これですか。ええ。何になってるんですかね、柄はね。ああ、のし、これ。のしなんですね。のし。お。わかりますかね？わかりまなるす。ほど。めっちゃわかります。これですわ。ねえ。まさかここで見トるレードとはマー思わクなでくて。来てはるんですね。段ボールに特化するってすっごく勇気がいる決断だったと思うんですね。ここにこうなんかためらいとかいうのはなく、こうパンと決断がやっぱりできたんですか？なかなかいい質問ですね、これは。しかし、これは答えれます。はい。なぜ専業化にしたいというのは、段ボール刃物だけでなく、工業用刃物にはいろんな種類があります。段ボールの方の刃物というのは、私はそう付加価値が分かります。で、それに専業したときに、これ一本でやるとなったときに、逆に言うたらですね、売りに行かんでもようになったんです。お客さんの方から探しに来る。で、それに対して、お客さんが言うことがすぐ分かるんですよ。何が困ってるかどうか。それは強みでしたね。で、深掘りをしていったら行くほど、他の会社と参入障壁ができてしまうんで、だからその点、数を要さん取れる。数が要さん取れれば、材料をまとめて仕入れることができる。まとめて仕入れるということは、他の方であれば、材料の成分表とか、内分がですね、私はそれはもう持ってますんで、それが用意ができるんで、圧倒的に材料の入るところから違えるんですよ。で、数がもらえるということは、仕事的にですね、安定する。これは結果的にそうなったことです。結果で、今現在。しかし、その当時は何か言ったら、わからないから、わかると領域に入りたかった、戻りたかった、それだけの思いです。これがこういうふうに進展してきた。いうふうな感じです。はい。こんな感じで今まで進んできました。はい。なるほど。あれですね、それこそサクッとスパッとそっちで切り替えたっていう感じですよね。いいですね。はい。はい。専業化することで、超えるっていう目算を立ててたりもされてたんですか？何年後にはこれを超えようみたいな。そんな今まで考えたことないですね。考えたことなかったけど、これは順調に伸びていきますね。私が社長になった時ね、10人いてなかったです。うち会社そのものが。で、その中で今で全部で46人おりますけれども、で、それだけ人が増えたら、よう頑張ったなと言われるんやけど、私は頑張ったとかいう感覚はないんですね、全く。トップページのムービーがあると思うんですけど、刃物の話だけじゃなくて、そのお客さんのもとに荷物が届いて、そのにどちらかというとに、最後に荷物がこうクローズアップされるような動画なので。物を作った人の気持ちを届ける、で受け取り手にちゃんとその気持ちが届くための段ボールを作るために大切な刃物を作ってるっていうのが、そのストーリーとして全体が見えるから、刃物っていうものだけ作ってるんじゃないよ、最終的な望ましい形っていうのまで見えてるからいいんじゃないかなと思いましたね。からリモートの時代になってきたら、こういうその表現できることができる会社員は絶対に前に出ていけると思いますね。